ちょっと待って、待ってよ、待ってよ、待ってね。え、これみんないる？これみん、これみんないるんかな？これ、これ、これね。これあれ、なんかコメントが表示されないですね。でもいるね。コメント見えるようになったよ。なんかこっちの端末だと見えんかった。なんでだろう。あれで見えるようになりました。髪やばくない？もうやだ、ちょっと待って、髪の毛マジで。え、てかね、ライトがつかなくなっちゃって、ちょっとなんか、ちょっと待って、あって、ライトがつかなくなっちゃったんですよ。そう。あ、え？これで。そう、いつもさつけてたあの女優ライトが壊れちゃって、ちょっとつかなくなっちゃったんですよ。これあ、パチパチしてるんですけど、ちょっと待って、え、ガチでつかなくなった。どうしたもんかな。他人のギムレット出ちゃった。うちの他人のギムレット出ちゃった。え、これさ、こっちで充電できるのかな。壊れました。まあ、壊れました。なのでしばらくはこの暗い状態の配信となります。すいません。ジェフ嬢、はい。に、あ、おはようございます。はいよ。ニキビできへんの？だって、めっちゃできる。言うたらいっぱいできる。さん魚ハート、あれ、嘘タワーあるやん。昨日までじゃなかったん。どれが嘘だよみたいな。今日は1本取られましたね。今日は何の曲流そうかな。あ、でもコナン君、違うんです、コナン君流してた。コナン君よかったな。嘘やん、嘘まみれやん。
ッスン、ちっちゃいハートありがとう。ストップ時間を止めて、こう今私本体のカメラ、本体の携帯で配信してるんですけど、だからねすごいめっちゃ画質綺麗しかもなんかプスハートありがとう。高画質、このおでこのゾロゾロ感が見えるどこで確認してんねんって、ね、おはようございます。今日はお父さんが釣りしてます釣りしてます。ピカ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 の一年で、今日は なんかキャラクターみたいじゃない？今の顔。お腹すいたんで取っていきまーす。
フ。豆腐持ってきた。今鍋を温めてるんですけど、ちょっと蓋がない。冷ややっこいただいちゃう。うまっ。やっこビール欲しくなるよ。あんまお酒飲まんけね。そうと戻ります。頑張ってね。まあ普通に冷ややっこうまい。そうした。私が好きな曲だ。リバイブ。じゃーん。
鍋です。副菜と豆腐と肉いただきます。おいとま、あ、ケットさん頑張れ、今日も一日ありがとう。じゃあマックスミだ。お疲れ、ありがとう。バットスハート、ありがとう。白菜うまっ。おいしい。嬉しいね。韓国語の発言が上手だって。韓国行けるかな、遊びに行ける。あら、たくさん完了、ありがとう、ありがとう。これからもよろしく。
完食。あっちゅう間だったぜ。昨日はもうあれからお風呂入ってもろもろやってで2時半です。寝たの2時半。ちゃんまかすみだ。長い文章はでもそれあのあれじゃん、あの結果に向こうが韓国人だって思って韓国語をベラベラわーって言われた時に私もう何も言えないよ。だからなんかまだ日本人というかまあ外国人って分かるぐらいでいいかな。You are dynamite。仕事行ってきます。いってらっしゃいみくちゃん、頑張れ。今日も一日よろしくな。お雑煮、かすかにお雑煮みたいなやつ、かつお節。はらりとふわりと舞い散る花びら、思いに言葉を尽くそう。あ、そうそうそう、今日はこれを開封したいと思います。じゃあ新しいやつ、診断のクリムゾンヘイズですね。クリムゾンヘイズ
開けまーす。じゃーん。それではいざ参ろうか。明らかだゼロですね。ピオナかわいい。はい、キラカードなしでーす。かわいいこの平画に。かわいい平画に。さあ3パック目。でもあのワンボックスには必ず入ってるやつとかも入ってるんだよね。キラカードあります。ただのレアです。こちら見えないけど、あんまラブトロス。ブメラエネルギー。キラカードなしでーす。うう続いて、キラカード入ってますよ。そしてさっきのただのレアだったやつのこちら、アートレアでございます。こういうハートがいっぱい。このあのクリムゾンヘイズ、私初めて今ボックスでもらったので、多分結構初めて見るものが多いかもしれん。かわいい。当たりましたよ。何が当たりなんだろうね。何をどうやったら当たりっていう判定なんかね。アートレアはね、いります。続いてママ明らかだね。
私ボックスでもらうの初めてよ。パックではもらったけどね。てかあのこれじゃなくて違う方のやつはいっぱいもらったんで、もう何がどれかっていうの結構もうなんか覚えちゃったあ、ほん確かにね、あれボックスだったね。確かにクレムゾンフェイズ、あ、なんかあのラブレターにラブレターラブレターにあのなんか申し込んでたやつ当たったから送るねって書いてたね。そうや。でもあの今までそのいただいてたボックスのいっぱいいただいたじゃないですか。からはあのキラまだあんまり開けてないからこのクリムゾンヘイズだからお初のものが結構多いと思います。そのキラカードね。見たものもあるんですけど、もちろん。あ、はい、来ました。こちらワンパックに必ず入ってるやつ、アンフェアスタンプ。これデッキに1枚しか入れられないんです。このカード、そんなことないよ。例は出なかった。そうだったかな。手紙の中には覚えてるんですけどねはいねかったなしです。さあさあどんどんと開けられていきます。おおお、ガチグマね。ガチグマです。角なしですね。なんか珍しいやつとかない？うん、でもないんだみたいな。お、ただのレアが来ましたよ。ウネルミナモ古代ですね。
はあ、お、お初のものが来ました。こちら、じゃーん、カジッチュ。こちらね、かわいい、こう奴隷みたいな、この中でポケモン奴隷みたいな、これです。リンゴのこれです。これがこれです。かわいい、ここにいる、かわいい。これ、これ、これ、うん、これ、これ、これ、あ、ここにもいる。あ、トリア、かわいい。お初のガジッチでございます。こちらスーパーレア出ました。トレーナーのレアなので結構いい、いいです。スーパーレア、ポッタからいただいたやつにもスーパーレアありましたよ。あのゴイオーさんかな、このゴイオーさん あのトレーナーのグレアが入ってました。これですね。スーパーレアはアートレアよりも上なので、ランクは。いいですよ、モルペコナ、かわいい。すっきょくん持ってきた。いや、こうやって開けてたら覚えてるんだけど、あの、開けてない、あのお母さんと一緒に開けたいの。はい、レアなしです。そう、アートレア、スーパーレア、スーパーアートレア、ウルトラになります。多分ね。あれ、配信で開けましたけど、あれ、あ、開けたか、わーっと開けてた気がする。え、てか多分ね、朝でしょ、朝配信ね、朝配信で開けたよね。で、話して絶対もうなんか、あの、しかもさ、このなんか一個一個さ、パーってやって、パーってやって、パー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 みたいなってやったよね。やってないじゃん、これ今みたいな感じでやってなかったね、多分。もうなんか、あ、このレアあったみたいな。じゃなかった、やばいね。じゃん、レアなし。ロコン、あんまり出んかったから、初めて可愛いで、ロコン。スピカ。改造ハンマー。こんな感じでしょ。いや、嘘だー、こんな感じの開けてた。
いやもうちょっと覚えてないわ。レアなしです。多分今日より寝ぼけてたと思う。それは絶対言える。さあネクスト。あ、お、レアなしです。キャスがいっぱい、いっぱい、キャスいっぱいだよ。なんか普通にポッて置いてる机の上に。机の上、机のなんか間みたいな。じゃん、こちらただのレアが入ってます。 R って書いてる。豪華猿。初めての御三家が私豪華猿だった。ダイヤモンドパールで、ダイヤモンドパールからやり始めたから、ダイヤモンドパールの時の御三家はゴーカザルと、ヒコザル、ポッチャマ、ナエトルだったの。ナヒデー、すごい色が全然違う。ウノみたいな。お、初めての出たよ。じゃん、これはダブルレアって言います。これはヤバそうじゃん、ヤバそうじゃん。EX かわいい。かわいいのかかわいくないか、かわいい。ボンタンとティリちゃんハートありがとうございます。ほい、こちらにレアが入ってます。私のやさ、なしです。でもこのやっぱポケモンカードはあればあるほどいいんで、カードね、同じカードとか全然いいんですよ。うわダブリかよとかないんですよ。ダブって当たり前ね。やっぱポケモン勝負するときはデッキにまあ進化がいるとするじゃないですか。3進化、まあ2進化か、2進化する3体を3枚しか入れないってなると、デッキとあとサイドっていう、まあ HP みたいな、自分の HP みたいな、このサイドがなくなったらダイレクトアタックされるよみたいな、そういう感じのサイドがあるんですよ。
で、だから最初にそこのサイドとデッキと分かれるんで、その3枚しか入れないと、1枚がサイドにいて、あと残り2枚がデッキに入ってるってなったら、一生進化できないまま終わるみたいなっていう事態が起こるんですよ。だからその進化3枚、進化する3枚をそのまま2枚入れるとか、この3枚をもう1セット入れるか、もう1セットだから3セット入れるか2セット入れるかみたいな、絶対にもう1枚は入れとかないと効率よく入ってないんですよね。そうだからマジでダブリがないとデッキは作れないんですよ。うまくも回らない。よん、よしです。はやっ。マジでさ、こんなさやってもさ、一緒にやってくださるお友達がいないからさ。お、じゃん、マクガルゴがいます。照らしてるですね。でもダブルレア。いっぱい結構カジッチュが多いね。ナイフ。うん。お。アートレア出ました。いいよね。これ前回も当たりました。覚えてるよ。いや当たった気がする。でマナフィはおらんのかねみたいな言った。記憶がどんどん。アブレスメガ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 の。さあこちらラスト1パックです。ただのレアでした。はーい、終わりました。当たったものはこちら、叫ぶしっぽ EX。
ガチグマ暁 EX。 お、今回アクタイムが入ってないんだね。フィオネ、ラブトロス、アートレア、マクガルゴ EX、 ダブルレア、ヤバソチャ EX、 ダブルレア、カジッチュアートレア、よし、あとは一枚しか入ってないやつ、うん、豪華ザル、これこれ前回当たったやつ、ガチクマね、これイーブイ、アドレア、あとこのフィオ、それでお揃いですね。はい、以上でございました。でまだね、こっちのボックスもいただいておりまして、こちらはじゃあまた次に次焼けたいと思います。
りあえずもうあれいっぱいケースいっぱいなんでこの中に戻してます。はい、以上で開封の儀でございました。ありがとうございます。送ってくれた方ありがとうございます。あんまりそのなんだろう、カード内容、カードの内容さ、これが入ってるこれが入ってるとかあんまそういうの見てないんで、何が当たりとかちょっとあんまりよく分かってないんですけど自分の中で欲しいものが当たれば当たりなんだろうなって思いますけど、それを見てないからそうだよね。やっぱりまあキラ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 が当たったら嬉しいよねはい、ありがとうございました。まだあのこのねサイバージャッジの方が残ってるんで、これ開けるのも楽しみにしていきたいと思います。その時もよろしくお願いします。多分朝配信で開けると思って今日みたいな感じだね。フルチャーハントありがとう。はい、ありがとうございました。今日はねちょっと運勢レースができないんですけど、こっちのスマホに馬娘が入ってるんでちょっとね運勢レースできないんですけど、今日からがなくなりませんように。いや、あの思い出せてよかったですよ、うん、思い出しました後々に思い出しましたけど、いろんな記憶とスパンスパンスパンって繋がってましたけど、うすりすりいないんですけど、はい、今日も皆さん一緒に頑張りましょうね。とあのまぁ、あ、ちょっとこのリングライト女優ライトぶっ壊れっていう感じになったんで、なんということでしょうって感じなんですけど、なんでちょっといつもより暗い配信なんですけど、ありがとうございます。で今日はあのお父さんがあれやってるんで、釣りしてるんで、もう終わったかな多分。このケース袋かで、おっよしよし、釣りちゃんありがとう。ガチでこれ STU の時からそうなんですけど、本当に皆さんからあの方からいただいたあのプレゼントで私成り立ってるんで本当にうちの時もさ結構お洋服とかいただくことが多かったんですけど、だから結構全身ファンの方からいただいたお洋服っていうことが結構多かったんで、はい、本当になんか、うん、変わんないなと思って養われてるいつもありがとうございます。ちょっと皆さんのおかげで成り立っております。門脇です、ありがとう。それなのでね、私のわがままにいつもいつも付き合わされて、本当に本当に皆さんってすごいすごい存在だなと思います。ありがとうね。これからも何卒よろしくお願いしますいやガチででもほんまにラブレターめっちゃ嬉しいんで、プレゼントももちろんおいしいおいしいですけど
ラブレターめっちゃ美味しいんで、ぜひ待ってます。私たちマジで何回か手紙読んで泣きましたからね。いや本当涙腺も弱、涙腺弱い、涙腺はい、年を重ねるごとに。美味しいんで、おデッキ組むのに必要なカード教えてくれれば持ってるのなら送りだって。え、野党三姉妹、野党三姉妹一枚、うちにもない、あと何かなんとか。お手紙まとめるのが苦手です。いやまとめなくていいよ、その人の味じゃん。それはちょっと今パッと出てこないけど、あの野党三姉妹一枚。だけは出てくる。ちょっとまとめたやつがあるけ、またあの言うね。じゃあシンジ君がいる時に言うね。じゃあありがとう、イエイ。X で告知した。いやそれはちゃうやん別に。これないんで、ある人希望です。あれみたいな、あのファンの人たち同士のさ、なんかトレードみたいな感じで。もうもうそれもありだろ。嬉しい、とっとって、でまとめて送って、またっていうね、よろしくお願いします。やったぜ、嬉しい、これで完璧にデッキができる。インスタのストーリーにリスト出してくる。これとこれとこれとか。うんうんうん、まあうんね、じゃんじゃん来るんか、マジ本当に。シジ君だけやないそれ。ありがとうね。まあまた、うん、はい、言うか出すかしますわ。はい、まあ、とりあえず本日のね朝配信はこれにて終わりたいと思います。次は明日ですね、明日の朝配信でいきたいと思います。今日もじゃあ一日頑張っていきましょうね。私も今日はお昼からジャムの練習をして、ウマ娘見てって感じで、のスケジューリングでなっております。もうあとほんまに少しで今週末にはもうジャムでございます。今週の土日、はい、頑張っていきたいと思います。応援していてください。そして来てくださる方、見に来てくださる方、全力でミヨナコール出せる準備をしておいてください。40分だよ、マルティッティンファイティン、頑張るぜよ、ありがとう。おむすめ全シリーズ、いや、私が今日見るのはあのライブの方、ライブのアーカイブが今週でもう終わっちゃうんですよ。あ、明日で終わっちゃう、明日で終わるのと明後日で終わるんですよ。見なきゃいけないと思って。まだデイ2見てないんですよ。デイ2見なきゃ。でも4時間で1回見るのに。まあまあまあ、ありがとうございましたって、あの昨日一緒にサイキックショーのサイナー見たじゃないですか。
あれから私ずっとサイキクソの災難見てますよ。あの見てるというか垂れ流し。また泣いちゃう。え、また泣きました昨日。昨日デイワン見てて。やばいっしょ。負けない負けない。あーって泣きました。はい、ま、では、ラジオ見たいと思います。13位ちゃんくん、12位リード48、31位アベルさん、10位かっくん、9位天津風さん、8位それなんごさん、7位ごはんつぶさん、6位ふっさん、5位じいち。お開封の儀でみゆちゃんの映画見れてよかった。ありがとう。またあとワンボックスあるんで楽しみにしてます。で第4位がしるちゃん。ススケダンダイキャッタパプラ。今日の題材はモーさん、ありがとうございます。そして本日の第2位はポンタン。ワインも懲りずにまたポケカ送るね。あのカードもね、あーごめんなさい。ありがとう。はい、マジであのよろしくお願いします。そして今日の第1位はトシさんです。ありがとうございます。え、すごい、なんかこれなんだこれ。ありがとうございます。はい、ではじゃあ皆さん本日もありがとうございました。また明日の明日配信で会おうな。楽しい一日にしていけまそうな。あ、もうすぐグッズもまた遅れで、めっちゃ嬉しかった。あ、そこそこ、あ、そう嬉しかった。そうでもランダムのやつね、あの牛ねおらんかった。でもテイエムオペラーは嬉しかった。出たの、テイエムオペラーが出た。あ、ここに今いるんですけど、ワンダーキュート。ありがとう。あ、ポンちゃんから聞いたの。あ、あ、あ、もう筒抜けだ。あ、もうじゃあ何も言わない。ありがとうね、嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。ひろさま、流れ星ありがとう。バイバイ、またねー。